てかつ、その根底にある虚実ということから言いますと、実を避け、虚を打つということになります。それでは、聖人男子、よろしくお願いいたします。聖書の紹介です。聖霊男子、林優香4段、屋敷真代3段。この選手は、昨年度の全国の都道府県大会の優勝、大阪府で優勝しています。その選手です。よろしくお願いいたします。電撃のメインポンです。